たちはほろ酔いきれいにしておくわ。Thank you.
泣けばいいの。Oh,
ならどうする？膝のスイングに合わせて踊れなくなって両手の自由が汚くなり目の下にたるみができたら、あなたは平気？若い男が口笛も吹かなくなって、この曲は加藤さんに私のために書いてもらったんですよ。もうこんな幸せなことはあるでしょうか。14年前にお願いしたときに、私は作曲家の加藤由美子さんにお願いしたんですね。そしたらよく聞いたら、テレビのラジオ体操のピアニストなんだって。テレビをつけたら、あら、この私逆でしたの。本当にありがとう。あれからね、随分経ちますが、ありがとうございました。本当にいい演奏していただいて、もう今日はね、加藤さんの伴奏でね、さすがね、リズムがいいんですよ。パンパンパンってくるから、まあ、パンパンパンって腰も乗ってですね、素晴らしいピアノです。ありがとうございます。アストラ
見せて、はい、この曲はね、すごくクソババアとか、ね、鬼ババアとか、いろいろそういうなじる言葉が入ってたりしてるんですけれども、この言葉に音をつけてしまうと勢いがなくなって、なんだか鬼ババアとか歌ってるとおかしくなっちゃうもんですから、それから説明の長いところもあるので、この曲はもう音楽劇にしようと思って作りました。ですので、ところどころセリフでもうカバーしてしまったようなところがあるんですが、でもまあそれがまた面白いやつを出していただいて、最初来た時ね、平本さんこれさセリフが多いんだけど、あセリフ、あ大好きです、あやりますって言ったらすごいな、この量ははい、アストラというイギリスの詩人、もうねお亡くなりになりましたけども、女性の詩人が年を取る女性の気持ちを本当に赤裸々に語った詩を岡田博子先生という名古屋の先生が訳本を出されまして、その本に私は出会いまして、東京のリサイタルにぜひ、これは女たちの声でやりたかったので、この詩をぜひ作ってもらいたいと思って塚田芳生先生に紹介していただいたのが加藤さんだったんですね。もうこんな素敵な歌になって、今日また何年も経って加藤さんも、あの頃はもうちょっと若かったし、私はもうちょっと若かった、私はもう60歳になったらって、いや私は70歳になったらって歌った方が合うぐらいの年齢になってしましたけど ね、 ね、もう60歳になったらっていうのが全然感情が分からなくてでもこの歌をいろんな若い私のお弟子さんたちにも引き継いで歌ってもらいたいと、今日は歌い納めにしたいと思うぐらいでございますはい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。